こんにちは、あみです。本日はですね、先ほど村子さんがツイッターにてジューンブライドの新しいモンスターを紹介していたので、こちらの性能を見ていこうと思います。もうジューンブライドの時期ですね。そういえばすっかりとね、クローズとか公式放送にね隠れて忘れてましたが、今回は新しいキャラと既存のキャラの進化があるので、そちら見ていきます。はい、まず、ヘルメスですね。まず伝達の花婿ヘルメスということで、アシスト進化が可能ですとなっております。はい、本体から見ていきましょう。レアリティが星6ですね。まあそこまで、ジュンブライドだとそこまで高くないのかなというところですが、バインドスキブ指が2秒分と浮遊と、7強が6つ分と聴覚性で L 字プラスが1つ見えておりまして、スキルはイターンの間強化ドロップが 100% 落ちてくる、イターンの間操作時間と神タイプの攻撃力が2倍が3ターンで打つことができます。そうね、まあ確かにジャッカー、ドロップジャッカーってね、バカにならないというか意外と厄介なギミックではあるんですけど、まあそれをね対策できたり、まあ操作時間エンハンス伸ばせるのはまあいいですけど、まあこれといったね強みがないというか、まあ、ここがめちゃくちゃ強いよねみたいなところは、まああんまり見て取れないかなという感じはしますかね。まあ星6なんでね、まあそんなもんかなと思います。まあなんなら今のジュンブライドの星6と比べたらやっぱり強めな方だとは思うので、まあ、もちろんね、既存キャラも強化入ると思うんですけども、まあ悪くないけど、めちゃくちゃ強くもないかなっていう感じですかね。はい。でリーダースキルは神タイプの HP と攻撃力が4倍、光水の同時攻撃で攻撃力が5倍、4コンボ加算。めちゃくちゃシンプルだな、なんか。まあ、リーダースキルとしては使わないかなと思います。はい、で武器見ていきましょう。指はですね、チーム HP 強化が2つと雲耐性と、暗闇、お邪魔、毒耐性1つずつあります。で、スキルは先ほどと一緒で、完全に一緒ですね、多分。そうですね、はい。まあこの武器ね、別に覚醒めちゃくちゃ悪いとかではないんですけど、まあ3ターンっていうのもね、ちょっと溜まっちゃいそうなんだよな。溜まってもそこまでなんか使えるスキルではないので、そこの調整とか難しそうかな。まあまあまあ、まあ言うてね、星6っていう感じですかね、やっぱり。はい、で続きまして、セシリアですね。こちらも新しいキャラなんですが、イラストめちゃくちゃ可愛くないですか？イラストめっちゃいいよね。これは好きな人多そうですけども、変身キャラになっておりまして、変身前が星7になっております。属性が光火で、スキルがですね、28ターン変身で、3ターンルーレットと、3ターン威嚇で変身になります。で、リーダースキル変身前は76になってますね。はい。で、覚醒がバインド、封印とスキブ3つ、しっかりね、バインドもスキブも封印も持ってて偉いですね。まあちょっとね、28ターン遅めかなっていう感じはありますけど、まあ言うてね、グランエルブとかもね、もっと長いですし、まあ2段階変身とかよりは全然マシかなと思います。はい、そして変身後見ていきましょう。変身後のイラストもめちゃくちゃ可愛いですね。ラーとかが、あの天使シリーズのね、キャラが周りにいてめちゃくちゃ可愛いんですけども、覚醒、バインド、封印、浮遊、超コンボが3つ、十字とドラゴンキラー、悪魔キラーですね。結構私は好きな覚醒ですね。浮遊も持ってて、十字も持ってて、まあ、キラーも刺されば強いというところで、はい。でしかも、変身後はね、副属性に水が入って、副属性というか第3属性ですね、3属性に水が入ってで、まあ、しっかり火力は出るかなという感じですかね。はい。で、スキル1ターンの間ランダムでルーレット1個生成、1ターンの間操作時間、回復力、光特性の攻撃力が2倍が3ターンで打てます。まああれですね、やっぱり元々のセシリアのスキルとほぼ一緒かな。で、スキルターンが、普通のセシリアの方は今5ターンになってると思うので、まあそれより短く、打っていけるかなり優秀なスキルかなと思います。
まあ、ルーレット返せるし、まあ、もろもろのデバフとかも返せていけるよというところですね。でリーダースキルですが、火水光の同時攻撃でダメージを激減、攻撃力が25倍、固定500万ダメージ、神タイプの回復力が3倍。あー、なるほどですね。これは、まあ、ウルトナで言うとね、神タイプなじゃないので回復力乗らないんですけど、まあ自分のスキルで回復力2倍かけられるし、まあ、もしウルトナで使うのであれば自動回復もありますし、もしくは越前ですね。越前も激減持ってて、でコンボ加算あったなと、あったかなと思うし、あっちは火属性の回復力3倍とかですかね、でかかるので結構問題なく使えそうな感じはするけどな。で攻撃力25倍でしょ、で固定も500万あるので、まあ、ちょっとねここはリーダースキルも気になるところですね。はい、そして武器も見ていきましょう。指輪ですけども、スキブ十字、チーム HP、 チーム回復強化、操作負荷耐性ですね。でスキルが2ターンの間ダメージ吸収と毒性吸収を無効化、2ターンの間操作時間、回復力、神タイプの攻撃力が3倍ですね。14ターンになっております。まあスキブ武器で、まあ耐性も漏れて十字もあってね、 HP も漏れて、でダブル吸収無効武器でしょ、悪くないと思います。どっかで全然使えどころはありそうっていう感じですね。まあ、ただ HP1 っていうのはちょっと気になりますけども、はい、はい、そしたら次ですね。次は新キャラじゃないんですけども、新しい進化ということでゼラとフェノンが紹介されておりますので見ていきましょう。まずゼラですね。はい、かわいい、これもかわいい。カミナがお姫様抱っこされてるんですかね、これね。で後ろにマドゥとかもいるな、かわいいな。イラストが覚醒バインドスキブ封印、指が1秒分、超コモが4つ、ボイスと、無効貫通が超覚醒で見えておりまして、進化スキルですね。18ターンの進化スキル、ロック解除、キー光、回復生成と1ターンの間ダメージを無効化でスキルが進化いたしまして、最終段階のスキル3ターンになりまして、1ターンの間、キー光回復をルーレット、キー光回復ルーレットを1個生成、1ターンの間操作時間が 1.5 倍。もう3色しか作らないルーレットですね。まあ取り出しやすいというか、まあその色が必要なパーティーにおいてはかなり便利ですね。リーダースキル、キー光回復の5個消し1個につき、攻撃力が2倍、1コンボ加算、キー光の同時攻撃でダメージを激減、攻撃力と回復力が 2.5 倍。まあそのままキー光回復が必要なんですけど、まあ5個消し1個につきっていうところでね、そうね、まあ難しいは難しいですね。まあルフィとかもいましたけども、あんまりまあ中級者初心者の方は使いづらいというリーダースキルかなとは思います。まあでも攻撃力もコンボ加算も1個につきかかるので、まあ絶対弱くはないと思うんですけどね。まああとはサブがしっかり組めるかどうかっていう感じかな。はい、そしてフェノンの、進化も見ていきましょう。こちらはバインドスキブが4つ、封印指が1秒分と7強プラスが3つで、LG プラスが1つと超覚醒で浮遊を持つことができます。でこちらはキー光のキャラで、スキルが6ターンで打つことができまして、1ターンの間キー光回復ドロップのみ落ちてくる、落ち込んなし、ランダムでドロップを入れ替える。もうなんかキー光回復推しがすごいな、使ってくださいと言わんばかりの、まあ、落ち込んなしで上書き、落ち込んなしの上書きとかもできて、ドロリフもあるので、まあ、なんかジンとかねされたり、毒花火とかされたりしてもしっかり返していけるという感じでしょうか。でリーダースキルはキー光回復の同時攻撃でダメージを半減、攻撃力が30倍、固定500万ダメージ、キーと光属性の HP が 2.2 倍。いやもうこれ完全にさっきのねゼラと合わせて使ってくださいですよね。でフェノンに関してはスキルが短いので、まあ、リダチェンスキル乗せやすいので76にして、まあ5個消しやってくださいよみたいな感じなのかな。ちょっとこれどうなんだろう、流行る気がして
する感じもあるな。まあやっぱね、難しいは難しいですけどね、単純なコンボではないので。いやでもこれはちょっと流行りそうな感じがしてますね。固定も、まあゼラとかはね固定はなかったんですけど、こっちで固定あるし、で回復力はあっちがあって、フェノンが HP 倍率があって、これは完全にやってますね。はい、やってます。まあ、サブがね、どうなるんだろうなこれ。ちょっとサブがどうなるかわかんないですけど、かなり強そうではあります。はい、ということで、ちょっと今日の、情報は以上なんですが、で、新しい進化に関して、まあ、ゼラとフェノンですね、に関しては近日、実装予定しておりまして、おそらく明日とかも発表されるのかな。ああ、でもまた明日、紹介しますみたいなツイートないのでちょっとわかんないんですけど、まあまだね情報修正とかはあると思うので、そちらも楽しみにしておきましょう。ということで本日は以上です。チャンネル登録高評価もぜひよろしくお願いします。それではさようなら。しげしげチャンネル。